北西側から見た仙台市民会館。写真の中心で光が当たって白く浮き上がって見えている5階建て建物が仙台市民会館。その右側の仙台桜が丘団地の地下1階から地上2階部分も仙台市民会館の一部。その左側に駐車場棟が一部見える。仙台市民会館は仙台市都心部生誕にあるコンサートホール会議室。 展示室などの複合施設。市民からは市民会館と省略されて呼ばれている。東北インテリジェント通信が命名権を取得しており2017年4月よりトークネットホール仙台という愛称を持っている。2020年11月、仙台市は老朽化のため仙台市民会館を将来的に廃止する方針を固めた。仙台市民会館の歴史は 桜ヶ丘公園にあった料亭、水館推が1909年に買収し、仙台市公会堂としたことから始まる。その後、西公園の中で移転、新築を繰り返して、現在に至る。座敷しかない料亭が、市の公会堂に転用できたのは、当時の仙台において、集会は一席ではなく、座敷席で行われるのが一般的であったためと考えられる。 仙台市公会堂は1916年5月に、義用府建築に建て替えられるが、民間では1932年12月会館の仙台日活館が仙台初の一席劇場とされる。現在の市民会館は、西を広瀬川、南を西公園、東を西公園通に囲まれており、入り口前の広場は定前寺通りの生誕に、 位置するなど、仙台市を代表する景観に隣接する。施設は、都市基盤整備公団が整備した17階建ての仙台桜が、丘団地の地下1階から地上2階部分と、それに連結する5階建て相当の建物、及び駐車場を胸からなる。便宜上、地下階も存在するが、道館の西側は、広瀬川の六米部地に面する段球崖上にあり、 地下界でも西側の窓から再行が可能となっている。また、西窓からは青葉山や広瀬川も眺められる。館内最大の施設は大ホールであり、東京エレクトロンホール宮城等と並び、仙台市を代表するコンサートホールの一つとなっている。館内には、その他に会議室や展示室などの施設もあり、仙台市仙災復興記念館、広瀬文化センター、 若林区文化センター、大白区文化センター、泉文化創造センターとともに区文化拠点施設の一つとして位置づけられている。2020年11月、仙台市は老朽化のため仙台市民会館を将来的に廃止する方針を固めた。旧耐震基準の建物でホールからの音や振動が漏れるため大小のホールが同時に利用できないなどの問題があるが、 多額の回収費用がかかること、広瀬川の清流を守る条例に基づく高さ規制があることなどから建て替えは困難と判断された。エントランス前の広場は南側の約2、3が都市基盤整備公団が整備した仙台桜が丘団地に所属している避難広場であり、北側の約1、3が市民会館に所属している。両者の間は植栽で区切られ、 舗装も異なる。二階一階地下一階二階一階地下一階一階二階地下一階,階,階西公園も参照前市仙台市公会堂時代仙台市民会館時代仙台市に提出された指定管理者評価シートに記載されているデータによると近年の利用者数は年間33万人から35万人程度である。ありがとうございます。